侍。そちらは坂井家の太刀では。坂井様だけが島の望みです。さあこちらへ。うちつね公の伝承でございます。重則様の紫電一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。さあこちらへ。内常公の伝承でございます。お侍、そちらは坂井家の太刀では。さあこちらへ。うちつね公の伝承でございます。にしえのこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理うちつね公を召されり、うちつね神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ、居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかみと飛ぶ行きて、うちつね放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち、末路の息をうちつね甲に吐きつける。ほどなくうちつね随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。うちつね子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。うちつね対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、うちつね公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。志村様は殺されないよ。
諦めんぞ。いや、奉仕が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。これ以上呪いの弓を探すなら死ぬことになるだ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。
誰かと浸かりたいものだ。のぼせたかな。また青い花、また青い花。お侍様、ここを通ってはなりません。人を知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居はすべて神の社へと通じています。ご父もそこで得られることでしょう。お前ほどの馬はいない。走る。
来い。また青い花。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。弓はないと思え。弓を追うでないぞ。
かげさあ。青い花、この方向だ。そこだ。ウチツネの長球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。猛虎を倒すことが先決。この身は後で考えよう。狐の呪いか。